ジャパニミスタをご覧の皆様、こんばんは、ピタリでございます。ピタリのピタリごと、ね、第2回ではございますけれども、早速お話ししていきましょう。前回の動画にですね、コメントの方をいただいておりましたので、そちらの方を答えていく、かつ、まあ、広げられるところは広げていくみたいなスタイルでいきたいと思います。まずは一つ目ですね。パーマじゃなくてこんなにいい感じになって羨ましいです。僕旅から来ました。髪いいと思いますよ。お。髪の毛切っちゃいましたけども、ありがとうございます。あと、僕旅から来てくれるのはすごい嬉しいことですね。ありがとうございます。これからもよろしくお願いします。続いて二つ目。ピタリさんはニコニコではヒエピタさんですよね。そうです。続いて、雑談楽しかった。どんな時に曲書くんですか？スッとメロディーとか出てくるもんですか？作詞作曲について聞きたいな。あ、ちなみに私もクセッキです。曲をね、思いつくのは大体お風呂かトイレが多いんですよ。リラックスしている時ともそうですし、まあでも基本ね、なんか鼻歌を歌ってることが多いんですね、僕。家の中で。ふん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 つって、そしたらもうそれがもう曲になって。ピッタン、最近ハマってるゲームややりたいことなど語ってほしいです。ああ、これですね、ゲームとやりたいこと、まあ、ちょっとかぶりかぶりっていうか、まあ、両方っちゃ両方なんですけど、最近プレイステーション VR が発売したじゃないですか。僕はね、プレステ4持ってないから、もちろん、プレステ VR 買ってないんですけど、VR 体験がしたいと思っていたらば、今なんと、スマホで簡単にお手軽に気軽に、VR 体験ができちゃうんですよ。ということで、こちらを買ってみました。はい、こちら。これはですね、VR ゴーグルと言いまして、ここにですね、スマートフォンをこういう風に入れて、痛い。入れて、こうパチンって。で、するとですね、もう VR 体験が簡単にできちゃうの。ちょっと早速見てみましょう。お、すごい。かわいい。キャプテン。キャプテン。お疲れ様です。はい、お疲れ様です。この間はバタバタしていたので、改めて自己紹介しようかと。あ、お願いします。有村紫苑と言います。はい。刺繍の紫に、音楽の音と書いて、紫苑って読みます。いい名前ですね。よろしくお願いしますね。いや、よろしくお願いします。あら？え？キャプテン。襟元が少し乱れてるのはちょっと。ああ、近い。ここにいる、ここに。うん、治りました。服装の乱れは心の乱れとも言いますからね。そうですか。そういうもんすかね。すいません、気をつけます。これからキャプテンには引っ張っていってもらわないといけませんから。かわいい。はい、ということでご視聴ありがとうございました。ジャパニビスタの、次の次回のライブは10月の21日金曜日、駒沢ストロベリーフィールズというところでやります。そちらの模様はですね、 YouTube ライブニコ生で、生配信も予定しておりますので、ぜひ見に来てください。でもね、僕もう現実世界にはね、しばらく戻れないと思うんですけれども、よかったらね、たくさんコメントくださいよ。そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。バイバイ。